バカとテストと召喚獣は井上賢治による日本のライトノベル作品。イラストはハガゆいが担当。略称はバカです。ファミ通文庫より2007年1月から2015年3月まで刊行された。学力試験の点数バトルという異例のテーマを扱ったバカと美少女たちによる学園エクスプロージョンラブコメ。基本的に主人公の男子高生。 吉井明久の視点から一人称形式で進行するが、しばしば他のキャラクターの視点や三人称でも描かれている。第1巻は、第8回エンタメ対象編集部特別少女小受賞作。このライトノベルがすごい。作品部門ランキングで2008年度から2013年度まで6年連続でベスト10入りし、2010年度には1位を獲得した。また、 このらの10年間のベストランキング2014年度で3位を記録している。2017年7月時点でシリーズ累計発行部数は730万部を突破している。2009年6月には全く猛女、夢歌による漫画版が月刊少年エースにて連載開始。またドラゴンエイジ2009年5月号に掲載の6月号予告にて テレビアニメ化が発表され、2010年1月から3月まで第1期が2011年7月から9月には第2期も放送された。声優はテレビアニメ版、ドラマ CD 版のもの。一人しか記載されていない場合は特記ない限りアニメ版のキャストとする。F クラス振り分け試験の成績が最低編だった生徒が集うクラス。男子48名。 女子2名が在籍している。元々の教室の設備は6クラス中最低で、足の折れた茶部台と腐った畳、面がほとんど入っていない、座布団での授業を強いられる。あまりにも劣悪な環境から体調にも悪影響が出ることもあるという。3年生との示し戦争終了後は、9 3年 A 組で授業を受けている。A クラス振り分け試験で優秀な成績を収めた。 上位50人が集うクラス。男子24名、女子26名在籍。教室の面積は通常の教室の6倍で、教室の前面には大型スクリーンが設置されている。また生徒には個人用の冷蔵庫、エアコン、ノートパソコンリクライニングシートシステムデスクなどが支給される。B クラス教室の面積は通常の教室の3倍。有事曰く、 代表が代表なだけにあまりまとまりがないクラス。C クラス教室の面積は通常の教室の2倍。D クラス教室の設備はちょっと貧しい普通の高校レベル。E クラス部活に念頭を置いて学園生活を送っている生徒が多い。単育会系クラス。学力は高いが、下級生を見下す生徒や高活かつ陰質な生徒など本質が腐っている生徒が多い。 関数に小数点がついている巻は短編集となっている。一部の内容はオトバンクの朗読少女でオーディオブック化された。付録の小冊子に馬鹿とテストと召喚獣の短編小説が収録されている。いずれもムービックより発売。テレビアニメにおいては吉井秋久役の下野博と菅は良役の後藤圭介を除いて全てキャストは変更されている。 各話のサブタイトルは、タイトルと同じ、ととという形が取られており、2期では8話と11話、以外最後に番組タイトルと同じ、というフレーズが付けられた。t v アニメの公式モバイルサイトでは、情報発信とフルアニメの配信以外に、着せ替え、街キャラフラッシュゲームなどが登録で利用できる。初回生産特典として、両面絵描き下ろしでック、バカですノートが付属する。 また、共通特典として、映像特典1、未公開映像、映像特典2、リアル F クラスの課外授業、映像特典3、視聴各室で視聴しよう。音声特典、チャブ台談義が付属する。トップメニューの画像には2パターンあり、メニューを呼び出した際にランダムでいずれかが表示される。ブルーレイ &DVD 各館収録の映像特典。 1> 第1期キャスト第2期若とテストと召喚十分月学園放送部は2009年11月12日から2012年7月12日まで音泉にて配信されていたラジオ番組配信週は3週1回木曜日2010年1月7日から9月16日まで毎週木曜日2010年9月23日から2011年6月16日まで各週木曜日 6月30日から2012年1月12日まで、毎週木曜日、2月2日から6月21日まで、各週木曜日、7月12日に、SP 会、2014年6月13日に、SP 会を配信。挨拶は、サモン。番組内で時折、下付以外の男性の笑い声が、津田健次郎に似ていることから当初はリスナーから、その指摘があったが、 第9回の冒頭で、構成作家の笑い声と言及された。第43回と第44回はスケジュールが合わなかったため原田は欠席となった。放送初期から原田による下ネタ発言及び行動が終始目立っていたために、第46回放送以降では、下ネタ発言、または行動が収録中あったかどうかをプロデューサーに判定してもらい、問題なしなら何もなし。 問題ありだった場合は、問題の原因となった人物が、罰ゲームとも取れるお仕置きを受けるというルールが、追加された。ただし、プロデューサーが、不在の時が時々あるため、スタッフが代理で判定した回がある。第74回は、マグネットスタッフが、第77回は、スタッフも不在だったため、原田のマネージャーが判定した。番組内でのケアは暴走する原田やゲストを制止する。 画面が必ず存在し、ゲヤが保護者的な行動を行うその姿からお母さんと呼ばれるようになっている。第74回は NHK 総合のマグネット取材のためカメラが潜入。収録した模様の一部は2011年10月7日の同番組内で放送されたが、打ち合わせ風景含め、初めから終わりまでずっと収録されてましたが、 多分放送で使えるのは別に二人で撮ったインタビューの、とこだけと、つっつーのコメント通りラジオ本編の様子はほとんど放送されなかった。2009年、2010年、2011年、2012年、2014年リリース一覧バカと、テストと召喚獣祭りに関するカテゴリー、バカと、テストと召喚獣に、に関するカテゴリー、バカと、テストと召喚獣分月学園放送部に関する、 カテゴリー、ありがとうございます。